セリエ A カンピオナーとイタリアーのディフットボール1898カンピオナーとイタリアーのディフットボール1898は1898年5月8日にトリノで開催された1回目のイタリアサッカー選手権である。1898年のイタリアサッカー選手権の風景ジェノアとト,トリネーゼ、インテルナツヨナーレトリノ、ソシエタジンナスティカトリノの4チームが参加した。 午前中に準決勝、午後に決勝戦が行われた。記念すべき、最初の試合は、インテルナツヨナーレトリノとトリネゼのトリノダービーで、インテルナツヨナーレトリノが1の0で勝利した。2試合目は、ソシエタジンナスティカトリノとジェノアが対戦し、ジェノアが2の1で勝利した。決勝は、ジェノアがインテルナツヨナーレトリノに2の1で勝利し、イタリアサッカー史上初のスクデットを獲得した。 当時のマスコミの関心は薄く、ほとんどのイタリア人は大会結果を知らなかったとされる。出展第1試合は9時、第2試合は11時に開始された。第1試合の観客数は約50人。決勝は15時に開始された。観客数は約100人。ありがとうございます。